思っています。あとね、なんか2311、ダイパンが強い、生物アマガセムイです。よろしくお願いします。はい、なんか一番強いらしいムーって知らんかった。一番らしい、なんかその話もちょっとなんかできたらいいなと思ってます。はい、そういえばダイパンの話するんですけど、知ってる人もいると思うんだけどさ、ポケモン発売日の日に事務所行ったんですよ。で、0時ぐらいから、見えない。0時ぐらいからずっと9時ぐらいまで配信してて、で、そのまま行ったのね、昼に。寝ずに行ったのよ。で、そのダイパン帰るときにやって帰ろうって思ってたからさ、本当にめちゃめちゃ眠い状態だったの、ダイパンするとき。眠くて、なんかもう、記念受験みたいな感じで、とりあえず記念ダイパンして帰るか、みたいな。実績だけ解除していくか、ぐらいの、ふわーみたいな状態で、ダイパンしたのね。めちゃめちゃ軽めに、やったんよね。めちゃめちゃこう、よいしょなんかそう、よーし大パンするぞぐる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 ダーンみたいな気持ちじゃなくて、これやって帰ろうみたいな、大パンしたかった嬉しいよいしょぐらいの、軽い感じでやったんだよ。なんか、ドーンってやるじゃん、ドーンって押すじゃん。そしたら、なんか数字止まんなくて、なんか、チャラララララって増えてくんだけど、数字が。なんか、あれ止まんなくねと思って。そしたらなんか、ドーン !978! あえーみたいな。めっちゃ強、あれなんか強いかなみたいな。目はもう眠いからさ、眠いしお腹空いたし。なんかよくわかんない気持ちだったから、なんか900なんだぐらいしか思ってなかったんだけど、後ろにマネージャーさんがいたのね。マネージャーさんが、やばいみたいな。強いみたいに言ってて、強いんだと思って。全然実感なくても言う。頭半分死んでたからさ、実感なくて。なんかマネージャーさんも、ムエの後にやろうかなって言ったんだけど、さすがにちょっとメンズ潰れるからやめるって言って、やんないです。ちょっと自分いいっすって言われて。そうなんだ。そんな強いのかなと思って。なんかさ、あっち側だな、絶対。そう、画面でさ、なんかその、先輩方をさ、抜かして、1位になってたんだけどさ、でも今、ランキング更新されてるっていうのは知ってたんだよ。もっと強い人が、いるみたいなのは知ってたから、まあどうせ、行った!まあどうせ、無理そんなだろうと思ってて、まあでも1位取れて嬉しいなーって、思ってたら、ストーリー進むわ。なんかツイートしたらみんななんか、教授より上で草みたいな言ってて、教授より上ってどういうことだね。教授が一番、オリバー先生ね。オリバー先生が一番上なんかと思って。なんか、リブとか見てたらなんか、ムユ一番強いっぽくてさ。なんか、ね。ムユ、2、3時ライバーで一番強いらしいわ。知らんかった。もうゴリラだったらしい。学名ムユチムユチムユチなんじゃないかなって疑ってます今。ワンチャンあるなって。格闘技において腕力はすごく大事な要素だから。あ、本当？でも腕そんなね、腕の筋肉そんなないんだよね。